市川塩浜。市川塩浜。うん、JR の、武蔵野線とあとあれかなんだっけ、京葉線が並行というか同じ全部使ってるんだけど、で、新浦安とかそっちの方にほど近いところで、で市川塩浜っていうとですね、周りなんもないですあのね、こう南側こう駅が、まあ、東西に走ってて、でもうほとんどなんかこう海岸沿いの方を走ってて、まあ、倉庫街だったりとか企業のそういったところしかなくて、住宅地 もうほぼこの近辺じゃないので、お仕事の人以外あんまり行かないんじゃないかっていうようなところで、そのまま西の方に東京寄りの方に行くともう新浦安で、その次は舞浜っていう、向こう側だからその新浦安って言ったらね、今人たくさん住んでてっていうようなとこで、でこっから東の方に行くと、まあ今度は幕張の方にちょっと行くような感じになるんだけど、ここら辺はもう何もないとで北側の方に行くと東西線の、いや別な線の、ね、東西線が走ってて、そっちの方は行徳とかその辺なんだけど、そこら辺はもうお家多いんだけども、まあ、ここら辺は何もないんですよ。で、ただ、ここら辺の、まあ、ちょっと後ほどまた詳しく出てくるけども、で市川塩浜ってこの名前の由来の通り、昔なんかやっぱり塩田があったの、昔はね。で、塩田があって、大体東京のその、東京湾っていうとよく言われるけど、すごい遠浅で、本来の東京湾の姿なんです。で、ここら辺もこの市川塩浜も含めて、湾になってて、浦安の側とここら辺とあと船橋の方と、で今も三番瀬って言って、まあ、干潟のようなその浅瀬が残されてるところなんで、まあ、ほとんど消滅近かったりとかっていうのもあったらしいんだけど、また今復興しようっていうのがあったりとかして、で、ちなみに駅前が、まあ、何もないんですよね何もないんですよ、本当にこれさっきのね、このここも駅前ね、これ北口の方かな、これが駅の方ホームからちょっと撮ったんだけど、なんかもうただ広いところに工事中みたいなっていうところで、で向こう側の方には多分これどっちかな、船橋方面多分見た、あ違うわ、方向から言うと浦安方面だと思うけど、ね、だからここら辺だけは何もないっていう場合はいっぱいあるんだけど、でこの南側の方にその倉庫街とかいろいろあるところに歩いていく、もうちょっと5分ぐらい歩けば、まあ、海に出れそうだったんで、ちょっとそっちの方にずっと歩いてて何もないところを歩いていきましたらまあ海に、地図上では海になってるんですけども、まあ、立ち入り禁止になってて、まあ、こう柵が壊れてないけど、ちょっと入るわけにはいかないから一応立ち入り禁止になっているの でここの縁 のところにちょっと登ってみると、まあ、向こう側に海は結構綺麗にね、海は見えてて、ね、でこの時はまた三番瀬っていうその浅瀬のことはちょっとあんま詳しくは知らなくて行ったんだけど、で向こう側にこう杭がいっぱい立ってる、だからまあ浅いんだよ、そうとうっていう風な、でこれが新浦安の向こうに新浦安の大きいマンション群があったりとかしてっていう、で逆の方が、これ海浜幕張の方かな、多分向こう側に見えてるの、ね、で、何もないなと思いながら、で駅の方に戻って、なんかその駅前に本当にプレハブのちっちゃい建物があって、この三番瀬、さっき言った三番瀬っていうところの話を、まあ、案内所って書いてあったので、せっかくだからちょっと中入って、まあ、中に展示してあるものとかちょっと写真が撮らなかったんだけど、この三番瀬っていうこの浅瀬のことについていろいろとこう展示物があったりとか中で詳しく説明してあったり、で女の人、職員の人がいろいろ話教えてくれたりとか、でそのそこからだとこの背の方に大体保護されてるところなんで、あんまりむやみに立ち寄りできないんだけど、船橋の方からはなんか海浜公園みたいなとこがあって、そ
そっちの方からはちょっとあの潮干狩りなんかができるようになってたりとかするらしい。さっきのだからここのここはもう護岸はあの完全に工事してあるから、あのここからは降りられないんだけど、でもあの非常に貴重な、今でもだから海苔の海苔漁とか、ね、あの多分復活してからだろうと思って、なんかいろいろネットで見るとやっぱ一時期はそのあの湾岸の工事とかそういったものでもほぼ消滅しかかってっていうのと、あと環境ですよね。昔からここら辺は非常にいい漁場だったらしいの、この浅瀬ので魚もたくさん取れるし、そのいわゆる江戸前の海苔ねっていうのもたくさん取れる場所でっていうところを、まあまあ、あのそういった環境汚染とかそういうのもあの、まあ、経験しつつまた復活して、今もだからこの船橋の方なんかでは潮干狩りなんかも結構できるとこあるらしいよ。干潟があって潮干狩りができてっていう、うん、場所があるっていうのは知ってたけど、多分それがこの辺なんだと思うよ。多分船橋側の方からだとそれが行けるらしい、うん、っていうね。あの案内状もだからあの、まあ、こうやってパンフレットなんかもね配ってたりとかしていろいろと教えてくれるんだけど、であの駅前のさっき言ったように何もないんだけど、南側の方が特にだだ広いなんか空き地が広がってて、であここの、 あの、職員の人にあのどこ見れるとこないですかねって言ったら、そのまあさっき俺が言った写真撮ったんで、そこのとこもあるし、あと浦安側の方にそのままこう西の方に歩いて行ったらそっちの方からも入れますよっていう話もあったんで、ちょっとそっちの方にずっと歩いて行って、まあものすごい広大な空き地がねあるんですけども、なんか利用なんか浮いちゃってるんだろうけど、こうやってドッグランになんか使って、会員制のドッグランの、ね、誰もいなかったですけど、ね、まああとでもこっちの端っこの方とかはまたあのサッカー場が設けて、まあ、そこはサッカーしてる人いたけど、ね、でまあそこら辺をずっと歩いて行って結局でもその見れなかったんだね、確かね、その降りるとこはやっぱなくて柵がしてあるで、あの海の方はちょっと見れなかったんだけど、まあだだ広い広大な空き地をとりあえず登ってたね。で、この駅のまた駅の方に戻って、で実はこの辺はだからこの3番線もそうだし、北側の方に歩いていくと、行徳の駅にまあ行く途中というか、にこうやってやっぱり自然を保護してる学部があって、おそらくだから昔は多分この辺も単純に海だったんだろうけど、まあ埋め立てとかね。でそこの中でその野鳥が来れるように保護してある野鳥保護園みたいなのがあって、でそこの中にまあここもね野鳥の保護をこの、まあ、この写真で言うと右側の塀の向こう側がそうなってるんだけど、ただここの中も自由に歩けるわけではなしに、まあ、保護をしている場所だからかもしれないけど、なんか一箇所になんか 塔のようなものがあって、そこは行けるよってなってるらしいんだけど、まあ、そういう野鳥の保護をするため の、まあ、敷地を、ね、設けてやってっていうところがあったりとか、これがちょっとまあ、写真でしか撮ってないけど、ね、まあ、鳥もたくさん写真には写ってないけど、あ、写ってるか、ね、でなんかちょっとどこ行ったりとか、なんだろうね、なんか渡り鳥なんかが渡り鳥なんかがね来ることもあるようなことを前なんかテレビで言ってたような気がする、っていうところがあったりとか、で、すぐ脇がもうこうやってなんか住宅地にもまあ行徳がになったりとかで、ただやっぱ入ホイスレットは入れない。ここはやっぱ入れない。そうそう。で、ここは特にはそのここの保護区の北側の方に宮内庁の鴨場が半分ぐらいが鴨場になってて、前にほらあれはどこの時だ。浜離宮。あ、そう。あそこの時もあった。あれはもう今使われてないけども、ここはやっぱ使ってるのかな。宮内庁が鴨場として使ってるとこがあって。ここ中には入れないもちろん、ただ
やっぱり今でも使ってて、あの来賓なんかが来た時にここで、まあ、招待して、まあ、カモ漁を一緒に、ね、やったりとかするような感じとして使ってるらしい。だからあのそんなしょっちゅうね、カモをあの取ってないんだろうっていうようなとこがあるようで、まあ住宅地もないんで他に何もないんですけど、ただあのこういう自然保護はたくさんなされてる地下小浜でした。お疲